我々に対して何かをこう仕掛けてくる可能性もありますし、熊谷選手をボランチに置く433を試しました。中村俊輔選手ぐらいのなんかこう期待感が、さてここからのパリ五輪予選とかも含めた、はい、あの今後のことについてお聞きしたいんですけれども、どうでしょう、二次予選が10月26日から始まりますが、あの、まあ、インド、ベトナム、ウズベキスタン、この組み合わせについてはどのような印象をお持ちですか？まあ、ウズベキスタンとこうベトナムはこの前アジア競技大会で、うん、私も視察することができて、うん、まあ、ウズベキスタンの選手の中でもこうアイデアを持っている戦える前線の選手がいたりですとか、まあ、また監督も本田さんで日本人ということで我々に対しての対策情報もあると思うので、どう戦ってくるかということは考えないといけないですし、ベトナムもしっかりと人にこうマンツーマンでマンマークでついてきて、そういった戦いをするチームなので、それに対してどういうふうなことをやってくるか、こちらが対応するかという部分、まあ、インドに対してはこれからもっともっといろんなことを情報を収集して考えていかないといけないなとは思ってますけども、まあ、いずれにせよ我々に対して何かをこう仕掛けてくる可能性もありますし、また中2日で3試合やるので、そういうコンディションの部分もしっかりと考えていかないといけないと思ってますね。その戦いのために一つテストマッチがアルゼンチン戦、そこではやっぱワールドカップの時の 3-4-2-1 システムではなく、熊谷選手をボランチに置く 4-3-3 を試しました。やはりこの新システムを使った意義というのを改めて教えていただけますか？はい、まあ、ワールドカップで、まあ、3枚のディフェンス、まあ、3-4-3 で戦うのをベースにしてましたけど、少し押し込まれる時間帯があるとこう5枚になってしまい、まあ、そこから、まあ、ワールドカップの流れでいうとしっかりとした守備から攻撃して得点を取れたということもあり、なんとなくこう後ろが重くなってしまった。で、相手の攻撃の枚数に常にこう5枚でいるようなことも多くなって、中盤の人数が少し足りないんじゃないかという部分も見えてきたので、そこはじゃあ今度後ろ4枚にして 4-3-3 中盤を人数を少し多くして、まあ攻守に、まあ攻撃ですと厚みを持って攻撃できるですとか、相手の守備をかいくぐれるとか、まあ守備ですとプレッシャーにもっとアグレッシブにいける部分を作ろうととか、まあそういったいろんな考えと、あとは全体的にはシステムのバリエーションを増やしておこうと、まあそういったいろんな角度からのありましたけども、チームとしての幅を増やしたいっていう、そういうトライでしたね。選手の配置で大きな変化はやはり、まあ、いわゆるアンカーのところに熊谷選手を置きました。この効果についてはどうでしょう？まあ、そのこのポジションを、ね、熊谷選手だけがやるっていうわけではないんですけども、うん、まあ、今回熊谷選手が、まあ、ボランチというかアンカーの位置に1個前というか中盤の下のところ、まあ、一つ目の良さとしたら最終ラインにボールが来る前のところの壁をしっかり作れて、まあハイボールもそうですし、相手の攻撃のきっかけになるボールに対して中盤ゾーンでしっかりと守備ができるというのも一つありますし、またまあそこに彼女がいることによって、インサイドハーフの中盤の選手が守備にも積極的に後ろを気にせず行けたり、2列目から飛び出せたりだとか、そういった流動性も生まれるという、そういったバランスを取ってくれるという部分もあったので、そういった効果がありましたね。非常に見ていて攻撃のところでポイントになったのが左サイドの遠藤選手、サイドバックでしたが、だいぶこうなんていうか、もう可変でもう一人だけ高いポジションを取りつつ攻撃に変化をつけてきたなと、改めて遠藤選手のアルゼンチン戦のプレーを評価してもらえますか？はい、彼女は、まあ、3-4-3 のこうワイドやってる時もそうですけども、うん、やっぱり左足のキックの正確性、1対1で勝負を挑める、まあ、コディジンで剥がせるですとか、そういった良さっていうのはまた出せてたと思いますし、また今おっしゃったように、
5枚のワイドだからそれをやれるんじゃなくて、4枚のサイドバックのところでもそれは出してほしい、それがワールドカップでの強みでもあったので、そこはこう消さずにいきたいっていう部分は選手にも伝えていたんで、思い切っていけた部分もあったと思いますね。個人的には左サイドはとても機能していた印象がある一方で、若干右サイドの構成力に個人的に物足りなさを少し感じました。もう少し清水選手が敵陣の深く、まあ簡単に言うとハーフスペースぐらいまで切り込めるシーンが 2,3 度あったかなと思ったんですが、結構こう張ったポジションでボールを受ける、ちょっともったいないかなっていうシーンが僕の中で印象があったんですけど、右サイドの構成力という点ではどのように評価されてますでしょうか。まあ、左サイドがアグレッシブにいったら、まあ、右サイドは少し様子を見てたのかもしれないですし、うん、まあ、おっしゃる通り右も左もこうパワーを持っていけるというのが本当に理想ですけども、うん、その中で我々のパスのアングルをこう取ることに、関して、まあ、清水選手が張るってポジションを取る回数が多かったのかなっていう部分もあるかと思いますけども、うん、それは試合の中のどちらかが、まあ、相手との噛み合いの中でやれてる部分なんで、まあ、おっしゃる通り右の方からももっと圧をかけれれば分厚いこう攻撃になるかもしれないので、うん、まあ、そういったところはまたこれからもいろんなところを見て、ポイントになっていければなというふうには思いますけど、今度の予選でやはりもうあくまで予想ですが、やっぱ引いた相手をどう崩すかっていうところがポイントで、うん、その意味でやっぱちょっと気がかりなのは、なんかセットプレーでのゴールがちょっとないかなという点なんですけれども、セットプレーについてはどうお考えでしょうか。はい、まあ、セットプレーもいろんなバリエーションをこう試すというかトライした部分もありました。でそこでは選手5人交代しても役割がこうみんな把握できてっていう部分もあったので、また最後のフリーキックコーナー級の最後キッカーの質もそうですし、まあ、そういった役割はみんな理解しているので、もう最後の質の部分に入っていくのかなと思いますし、まあ、フリーキックでも、まあ、バーとかポストに当たったりだとか、うん、本当のあとそこの最後の最後の精度を上げていくっていう作業もしなきゃいけないですし、でもおっしゃる通りセットプレーというのはやはり鍵になる、まあ、そういった部分、拮抗した試合ですとかアジアの予選になると大事になってくる部分もあるので、逆に守備のところでは無駄なファールはしないで、そういった相手にチャンスを与えないもそうですし、攻撃の部分ではそういうセットプレーのチャンスでしっかりと得点を重ねていけるっていうのもやはり大事なことになってくるなと思って、練習の時から直本選手のそのプレースキックの質はすごいいいと思っていて、雰囲気もあるし、でも中村俊輔選手ぐらいのなんかこう期待感がね、なんか出てるなと思ってるんですけど、やはりポストに嫌われたり、あと一歩のところで、だからチャンスになってないわけではないんですよね。その二次攻撃から攻撃がこううまく始まったり、うん、これまでの国際親善試合ではその流れからのゴールもあったりですとか、まあ、オフサイドになりましたけどザンビア戦ではそうですね、キックもこぼれたの、まあ本当に紙一重な部分までは来てるんで、うん、でもそこの大事な最後の部分、はい、磨き上げていきたいと思いますね、うん、パリ五輪の出場枠がやはりこの2つ、やはりおとといの会見では佐々木女子委員長はこの出場枠2つのプレッシャーを緩和しながらっていう言葉が印象的だったんですけど、こうやはり狭き門ですよね。そうですね、最終予選来年の2月にありますけども、まあ、戦い方レギュレーションも1カ国とホームアンダーウェイで戦って勝った方がっていう、その一騎打ちの最終予選になるっていう部分がまた、うん、痺れる戦いになるんだなと思いますね。だから本当に次の二次予選の3つのグループがあって、別のグループにはオーストラリアがグループ A、 グループ B には韓国、中国、北朝鮮がいると、本当になんというかどこと当たるか全くわからないまま二次予選戦って終わったらここだよ対戦するよっていう決まるのは、
なかなか戦うあれとしてはなんていうかもう目の前の試合に集中するしかもうない状態ですけど、なんか気になっちゃう感じはしますよね。そうですね、やはり他の A グループ B グループ、まあ、ベニューもオーストラリアでやってるグループと中国でやってるグループ、まあ、時差もありますけども、うん、試合でどうなってるの状況を把握も含めて3節目の戦いどう考えるかとか、いろいろこう考えることが出てくるんだろうなと思いますね。そうなんですよ、あれ、はい、あの各グループの2位の一番成績がいいチームが、はい、ここが一つ本当に大きなポイントになりそうかなと。そうですね、うん、どこのグループのどこのグループから2位が出てくるかによってこう最終予選の組み合わせが決まるっていうようなレギュレーションなんで、あの最後にこちらのカメラに向かってファンサポーターに向けて簡単でいいのでメッセージをお願いできますか。はい、日頃からなでしこジャパンの応援そして選手の背中を押していただいて本当にありがとうございます。私たちはこれからパリオリンピック二次予選そして来年の最終予選に向けてまたチームを進化させていきたいと思っています。しっかりと出場権勝ち取り来年の夏のパリオリンピックでまた世界一を目指して挑みたいと思います。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。